あなたはここの医師とグルだったのね。鉄郎、お待ちなさい。ああ、メーテル！なんだね、君は。こいつは無理やり僕に機械の手足をつけようとしたんだよ。もちろん、高いお金を取ってでしょ。これで全てが分かったわ。全てが？わしは治療に来た患者の手当てをしているだけだよ。お黙り。